パーアヤトバリナ山岡井の母子の生態復元創造図、ペロケトスカは、約1597万年前から約724.6万年前にかけての大西洋、太平洋、南極海に生息していた化石クジラ類の一択損。クジラグーテーモクヒゲクジラアモクナガスクジラ浄化に分類される一家である。化石は、当時の大西洋区域、当時の太平洋区域、 当時の南極海区域から発見されている。学名の言語的由来については情報を確認できない。ただ、セタスはクジラを意味しており、古典ラテン語で大型の海洋動物を意味するセタスから来ている。セタスの読みについて日本語は表記揺れ、言葉の揺らぎが大きく、また、研究者によっても異なる場合があるため、一つに絞ることができない。 古典ラテン語発音準拠であれば、ケトスであるが、古典ラテン語発音準拠系の日本語添加系、ケトス、ラテン語発音と英語発音のチャンポン系、ケタス、そして英語発音準拠のセタスがある。したがって、これらの揺らぎを反映する形で、本家の和名には、右最上段に示した4種類がある。ありがとうございます。